はい、しゅんさん今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日新年初めての授業っていうことと、あとこのチャンネルを見てる人の中にはプロの方も多いと思うんですけれども、指し物についてあんまり知らない人も多いと思うんです。で今日スタッフで指し物のことを全然知らない女性が一人来てくれてるんで、彼女からいろいろ質問をしてもらおうと思います。ちょっと簡単な質問になっちゃうかもしれないですけれども、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあお願いします。はい、よろしくお願いします。まず最初にですね、刺し物ってお伺いした時に刺し物というものが何かっていうのが全然思い浮かばなかったんですが、どういったものなんでしょうか。ね、漢字で書くとね、指の物って書く、この漢字なんですね。物刺し、物刺しなんですよ。はい、まで言うたらそのセンチの刺しじゃなくって、借款法が廃止されるまで使ってた、金尺っていう竹の刺しがあるんですよ。それ物刺しの刺しなんですけども、それが廃止になった時には買えなくて、困ってたんやけど、A 六輔さんが、運動を起こされて、なんとかこの企画のやつを、その闇じゃなくて企画のやつが買えるようになりました。それが物刺しの刺しです。うん、その借款法の前ってことは、この刺し物っていうのが始まったのって結構昔なんですか。まあ、私生きれへんから、生まれてへんから分からへんやけど。あ、そんなに昔。もう平安時代ですね。まあ貴族文化から始まって、もう貴族文化から始まったと思うんですよ。平安時代、8世紀だからもう、すごいね、1000年以上、1200年ぐらい、以上経つと思うし、それ以前からあったとも思うし、はい、まず、木を扱う仕事、はい、まあ、大工さんとか、はい、そういう家建てる人はもう昔からおったわけで、そこでまあ、カンナというものが大陸から入ってきて、まあ、カンナって言ってもその今みたいなその台のついたカンナじゃなくって、チョンナガンナっていうのがあってね、チョンノガンナっていうのかな、聖徳太子がその大陸から持ってきたっていうのはクワみたいなカンナやったんですよ。すごい、今でも使ってはります。ちょっとが槍ガンナ、こう前からカッターの姉さんみたいなやつで削る、それが初めのカンナやった。で台付きになっていた時にそのだんだんとこのいろんなものを作れるようになってきた。細かいものから大きいもの、はい、で、まあ、もう一つこれ雑学なんやけど、2本だけなんですね、こう手こう引いて削るっていうの。外国は押して削る。不思議やろ。はい、だけど理にかなってるのはこっちなんやな。こう向こうに押すと材料が向こうに止めをつかないから、その時に浮いたりする。こっちやったらこう引っ張っていくから押さえたままいけるっていう、まあ私の感想なんやけどね。あと清水さんは今日刺し物と最初に刺し物の前に京都の京が入るんですけれども、京以外のものとか、あと京都ならではとか違いがもし分かれば。ね、くくりとしてこれ、まあ経済産業省が認めてくれてる、京刺し物、他の産地にも刺し物がある。江戸刺し物言うたらもう調度か、その、まあ、タンスとか茶道のも作られる。だけど、京刺し物の中には分類的には2つあるんです。調度刺し物、今言ったタンスとか椅子とか作るのが調度刺し物で、あと茶道刺し物、茶道具作ったり箱作ったりいうのがあって、あるんやけど、その中にもくくりとしては箍物、まあ桶とか樽とかっていうのが箍物で、彫り物、こう彫刻で、栗物っていうのは、木をこう、木工旋盤で丸く彫ったり、そう彫り物で食って物を作る。くくりはそんだけの部分をもう京刺し物っていうくくりは日本全国でそんだけの分で、その京刺し物の京都組合っていうのがあって、そのくくりの中にあるのが京都だけなんです。すごい種類がたくさんあるんですね。あるんです、いろいろ箱もあんねんけど、これ一番難しい箱なんで、
これインド豚、野郎豚と見えるこれお茶碗なくないけどこれ、三枚組になってこういうあの箱を作ったりでからこれまあ一応これ大差し箱っていう箱まあ僕はうちまあもうその箱もううちの親父の代からやってるんやけど、僕が2代目継いでで、まあ、箱の需要が少なくなってきた時にそういう作家のものを作り出し浦仙家の今亡くなったんですけど泉正和さんっていう方が私に 箱七というその箱立ての箱で関数値の7でうちはだいたいもともと七兵衛っていうあの清水七兵衛の流れの末裔なんやけどもそれは陶器屋さんやったんやけどまあいろいろも、うん、もう今はないんやけどねそれの七を取ってもらって箱七っていう、作家名をつけてもらいました。すごいあの箱七工房 あの工房名もいろんな歴史があってあの今はできてるんですね、うんこういったあの差し物師になるっていうのは難しいんですか？いや別に難しくないあの基本さえな学ぶとこがあればそれを基本でその培っていって、まあ、何年かはかかると思う。もう初めからそのうまいやつおらへんので。で僕の座右の銘は、失敗は成長のもと。だから失敗の繰り返しで覚えていく。昔はもうほんまにその入門というかその業界に入った時は誰も教えてくれない。見て覚える。で見て覚えて自分なりに工夫していくっていうのがもう指し物の一歩。この YouTube 見ている方たちもこれからやってみようっていう方がいるかもしれないですね、うん、だからその今僕 YouTube で上げてるんやけどもう全てまあ 100% まではいかへんかも分からへんけどもそのやり方それからその道具の仕方はもうアップしてるんでそういうのは見てもらって リモート弟子っていうかね在宅でこれ見て質問があればそこの方でその受け答えできるようにはしてます。あ、うんまあ、今年もあの、まあ、全て隠さずお見せいたしますんで YouTube また見てください。箱七工房で検索してください。ありがとうございました。ありがとうございました。清水さん、年末に言ってたんですけど、箱七工房の T シャツができました、はい、ありがとうございますなかなか可愛らしい。はい、来て仕事してください、うん、ちょうど来月あの東京で和田店っていうのが多分、うん、コロナの騒ぎの中でやると思うんです。その時に来てやります。あ、はい、はい、であのこの T シャツの収益は、うん、箱七工房の YouTube チャンネルで使う材料とかの足しにしますので皆さんもしよければ購入でお願いします。あ、リンクを貼っておきます。はい、はい、あのネットショップで売っておりますんで、よろしくお願いします。いくらやったかな。後で値段を貼っときます。はい、はい、あと先ほども出してたこの指し物っていう本が、去年 できました。でこれはね結構そのプロもアマも目から鱗の本になってます。私のこの作り方も出てますのでぜひこの興味のある方お買い求めください。本体3000円、税込み3300円、アマゾンで売っております。はい、指し物の基本基礎と制作技法っていう、もうほんまに素晴らしいものが出てます。オールカラーです。オールカラーです。道具のことから板のことから全部載ってます。はい、じゃあ、シルさん、今年も毎週金曜日、週1回投稿をキープできるように頑張りますので、よろしくお願いします。はい、こちらこそ。頑張って発信して、で、世界にも発信しましょう。今年から。あ、そうですか。チャンネル登録も1000人目指しましょう。はい、はい、はい。そのうち付けられたらいいなと思いますけど、はい、頑張ります。頑張りましょう。はい、ありがとうございます。はい、どうも。